All right, ladies and gentlemen, welcome back to more Death Come True. My name is Raven from the Sky, and let's continue.放っておけばきっともっとエスカレートする。その前に止めないと。そうですか。僕よりも悪人の連続殺人犯のこと信用するんですね。あ、何？どうなってるの？まずい。逃げるとは。Through the window.Through the door? Oh my... Ah. Oh, it lets us choose again, thank God.Can't go through there either. Time to choose again. Is this like the boss fight?明らかになったんだ。ここで彼女と俺を殺しても、俺が外へ出ていけばお前を追い詰めることができる。特殊捜査課に配属されたばかりの新米捜査官で、幸村茜とはそこで知り合った。そのうち仕事以外の時間でも一緒にいることが長くなっていって、初めてプライベートで会ったのがあの日だった。お腹すいた。それから何回目かのデートで、俺は彼女と付き合うことになった。だけど、その幸せも長くは続かなかった。その場で別の捜査官になって、俺は彼女の死の報告に納得できなくて。使用許諾お願いします。それで彼彼女の死の真相を突き止めようと。安全の保証はできません。実験段階のシミュレーターに全てを託したんだ。あなただったのね。俺が分かるの？全部分かったよ。ここがどういう世界で、あなたがどうしてここに来たのかも。ごめん、私のせいで。違うよ、君のせいじゃ。感動の再会だね。いいこと教えてあげようか。この仮想現実世界は唐木誠一人の記憶から作られたんじゃない。幸村茜の記憶からも作られている。つまりここは二人の記憶から作られた世界なんだ。だからここにいる幸村茜は彼女自身の記憶から作られた、いわば本物といえる存在だからこそ、この世界の彼女は裏帳簿のコピーの隠し場所を知っていたんですね。そんな彼女と再会できた気分はどう？嬉しいよね。事件の真相なんかどうでもよくなるくらい。何言ってんだよ。でも残念だけど、現実世界に戻れば彼女はもう死んでいる。誰よりも会いたかった幸村茜はもういない。スタミナ、お前のせいだろ。だったらこの世界に残ればいいんだよ。何言ってるの。愛する者同士でさ、この世界でずっと生きていけばいいんだよ。まさかそのために彼女の記憶を。僕がハッキングでプログラミングを変更したおかげで、幸村茜は君のことを唐木誠としてじゃなくて君自身として認識できるようになった。僕だったらこの世界をもっと広く、もっと過ごしやすく変えることだってできる。そこで君は愛する恋人と幸せに暮らしていけばいいんだよ。ダメダメよ、そんな。時間はないよ。決めるなら今しかない。ハッキングのせいで。時間はないよ。決めるなら今しかない。ハッキングのせいでカムトゥルーはぐちゃぐちゃだ。実用化も大きく後退するだろうね。幸村茜と唐木誠の記憶もデリートされる。君が外の世界に出たら、幸村茜には永遠に会えなくなる。確かに君にとって僕は復讐相手だけどさ、復讐のために彼女を見捨てるの。彼女を救いたいんじゃないの。彼女の笑顔見たくないの。このタイマーがゼロになったら彼女の笑顔見たくないの。Hit the wrong button and rewind。仮想現実世界と外の世界は完全に遮断される。選べるのは一度きり。やり直しは効かない。さあ、君ならどっちを選ぶ？救いのない現実か、幸せな仮想現実か。Here goes. Only one ending can be chosen. So, you know what you're doing. Screen of identity. Shows in a castle. See, she'll be deleted. 投資を成立と受け取っていいのかな。God, that was short. I thought it was gonna be like 50 parts long. So far, 428 is in the lead. Probably the longest like interactive movie series I've played. Like even The Walking Dead was like less than 30 episodes. ホテルの外には出ない方がいい。どうしてだよ。ホテルの外はカムトゥルーがコントロールしていない管理外だからだ。外はどうなってるんだ。さあね、どうなっているのかは誰にもわからない。もしかしたら幸村茜たちの記憶をもとに仮想世界が広がっているのかもね。だとしても僕だったら絶対に出ない。もうじきこの仮想世界と外の世界は完全に遮断される。ここは君たち二人の楽園だ。じゃあさようなら。本当言うと、あなたが残ってくれて嬉しかった。でも私はもう死んでるのにあなたを巻き込んじゃった。俺は自分の意思で残ったんだ。それに君はここにいるじゃないか。でもこんな牢獄みたいな世界で。だったら出てみないか。外の世界にさ。いい、開けるよ。あなたのことを信じてるから。俺たちはここから出ていくよ。どうぞご自由に。そう言うと思ったよ。あなたが選ぶことですから。Alright, ladies and gentlemen, thanks for watching the series. My name is Raven from the Sky. If you enjoyed the series, drop a like to help the channel grow. Take care. I'll catch you guys in the next one. Peace.